の動画でやべえことが起きました。おお、ああ、ほんまや、え、ガチじゃん。うわ、あるね、こっちの方がめっちゃくる。あ、これのことか。よっしゃ、久しぶりだね。ほんと久しぶりだね。前回ね、出張コラナイトやりまして、ありがとうございましたって話しまして、心配されてるのでここから行きますと。できました。できました。結局なんで行ったかって言いますとね、動画でさらちょびっと説明したんですけど、狂言に実害が出てると。一人だけまあ乗っ取られかけて息ができなくなったり、それだけでもやばいんですけど、まあその後の狂言の MacBook だけ調子悪くなっちゃって、いろいろありすぎる、うん、お前は。動画のアップとか編集に損傷が出てしまった。その辺も電子系のね、電波やられてんのかなということで。そう、はい、ちょっと至急行きましょうということで、はい、まあ、一応行ってきた画像がこちらになります。まあサムネになってると思うんですけれども、まあ結構しっかりした神社で全員一緒に受けてきましたので、はい、はい、鈴ね、シャンシャン言うてやつやね、絵に描いたやつよ。鈴の時になんかいなくなってる感じはあったよね。あれね、あれ強すぎて、なんかこうフェードでこうさーって消えていく感じでね。一応1年のさ、初めにさ、成功を願うみたいなやつやるんですけど、それはね、東京のとこなんですけど、今回ちょっと埼玉の方でやりまして、全然違かったね。そうだね、太鼓とかゴンゴンやって、レイってそういう高い音嫌いみたいなイメージ通りのことしてる。逆にあんま東京のそういうの見たことなかった。あんなになんかがっつりレイが嫌がりそうなお払いを受けたの初めてだった。そうね、そうだね。ということで、はい、もうお払い行ったんで、とりあえず心配しないでください、大丈夫です。はい、報告でして、本日のメインは調査班ホラーナイト。いち早くね、第4弾出張の調査したかったんですけれども、ちょっとあまりにも現象多すぎて、コメントもめちゃくちゃマジですごい。まだできる状態になってないので、もうちょっと整理してからということで、いつも通りの調査、結構前の動画を調査していきます。それではやっていきましょう。行きましょう。なんだよ、テンション難しい。多分取り方忘れてんの。今ちょっと調査班やるんですけど、はい、いつもと違って今日はですね、最後にえげつない声がありまして、こちら発表するんですけれども、ごく稀にあるメインじゃないチャンネルで起きた怪奇現象です。おレアだね、それは。たまにあったじゃん、ゲームチャンネルでありました。なるほどね。その類でちょっと STBC の動画でやべえことが起きました。うわ、まあ言ってしまえばメインとか関係ないからね。そう、場所は一緒だから。そちらも楽しみにということで。はい。はい、一つ目の動画です。見たら最後、命を落とす怖すぎる悪霊八尺様。8分38、女の声がする。うわ、この席めっちゃ聞こえるよ、やっぱ上。上系は全部聞こえる。この席もうエグい。八尺が来てんじゃねえか。はい。疲れたくね。見えてないだけいいね。はい。はい。はい。あー、高いなー。すげえ高い。来てんじゃないの、これ。うわ。いや、結構あると思うよ、このポポポに関しては。ポポポって。エグい。八尺が来てんじゃねえか。はい。ほら。カモがちょっと待ってます。一気に怖なるやん。急に怖くなるやん。繋がっちゃった、繋がっちゃったし、もう僕らではなさそうですね。変だね。この動画は以上になります。はい、はい。で、二つ目の動画です。はい、事故物件で合わせ鏡をした動画でございます。あー、出たよ、これも。まあ、これ確か結局俺ら気づいてなかったけど、実はタツキの上に変わりましたみたいな。あー、そうだったね。3分2秒、鼻息が聞こえると。おいやいやいや、え、え、待って待って、俺何も動いてない、動いてないでしょ、お前。何も動いてない、何も動いてない。鳥肌やばかった、鳥肌やばかった、え、え、動いてない、鳥肌やばかった、え、え、めっちゃ、めっちゃ強いね、めっちゃ大きいね、シューって、ゴリ、え、もう来ました、うわ、あ、今そうだった、バキッツ、やばかったね。バキはダメでしょ、バキ、どういうツッコミだよ、ドラクエの呪文か、竜巻のバキクロス、バキマン、バキって頑張った方なんだよ。頑張ったね。どう考えても頑張ってきてるよ。いや、でも全員どう考えてもそっちのバキじゃない方よ。俺ハンマーバキ。俺も今の生活レベルじゃありえないよ。ありえない、絶対しない。上でジャンプとかしないと無理じゃん。いや、ジャンプじゃない。いや、もうバキだもん。この天井ポンと台だよな。
今聞こえなかった。聞こえなかった。今やばかった。聞こえない。うーってやばい。今やばかったよね。全然聞こえなかった。全然ガッツリ聞こえた。え、そう、もう大地の横らへん真横だった。真横。うーって俺もうーって聞こえた。全然聞こえなかった。全く。何があったよ。ガッツリやった。ガッツリやった。もう目合わせただけでやっぱ聞こえたなっていう。いや、俺だけかなと思って。全然聞こえた。聞こえた、聞こえた。顔見た瞬間に、あ、ガチだと思って、うん、バキカとか言ってる場合じゃない。本当だよ、言ってる場合じゃねえよ。ドラクエだ。なんで俺が言ったみたいになってんだよ。ドラクエじゃねえかな。黙れよ、お前。この流れがダメだ。それが良くない。これが良くない。やばいって、本当に。ノックの音が9分13秒に入ってます。もう一度あります。うん、で、写真アップ目で。はい。ノックだ。ちゃんとノックじゃん。これはやばくない？これはえぐい。これはやばい。ちゃんとあのこの木のドアをちゃんとやってる音で、なんか、でもね、壁とかじゃなくてドア動いてないってことはそれじゃないんで、うん、それから甲高めの階段登る音だね。あれが降りてきてサッて行ってたつきの写真に写ってるね。いやー、まあ、そういう移動もありえる。めっちゃ硬い靴履いてるの、うん、確かに。そのドアだったらありえる。こっち、うん、そう、洗面のドアはまあないとして、叩いてみる、ここ、うん、全然違う。ああ、神高さが違う。ああ、それだ。こっちなんだから。でも揺れてないんだよ、映像は、ね、だから俺らではないのよ。これはもう認定です ね、続いて9分38、扉の間に顔がある。結構これえげつない高評価数ついてたんで怖いかもしれません。ちょ、本当に怖すぎる時出ないで、怖いね。すまん。これ目、目、鼻、口だと横からだと綺麗に見える。あー、確かに。横すごい。うわ、うわ、めっちゃ見えるやん。めっちゃ見える。こういう時もね、やっぱちょけてるからこういうのが映るもん、やっぱ、うん、ちょけちゃいけないんです、うん、ちょけっていいわけないもん、高齢者やってんの、ね、これも認定ということで、いや、大認定だな、こんな。続いて9分48秒ですね。何かが覗いてる。もう、マジで怖い。もう、なんで開いてんの、なんで開いてんの、なんで開いてんの。ええちょ、待って、説明つかないのが、なんでこれ鼻があんのって話だよね。そうだよね、うん、だし、ナイトショットでこういうの映ったらもうなんかないと無理じゃん。うん、続いて3つ目ですね。事故物件で高齢術したらありえないポルターガイストが連発。1つ目が1分18秒、換気扇がなんか急回転してるみたいな。さっきのシミみたいな。そう、シミないで、シミはない。ないね。逆にさっきのシミもこうじゃないとおかしいよね。逆にさっきのシーンもこうじゃないとおかしいよね。逆にさっきのシーンもこうじゃないとおかしいよね。逆にさっきのシーンもこうじゃないとおかしいよね。わかりやすい。今画像を見せてるけどカメラはずっとここだから、ね、うん、撮影中は。で、今皆さんに雑音がないようにこの時だって同じ状況なの。そう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 。このね、説明してる時に急に扇風機とかで掃除機つけるやつはもちろんいないけど。2分57秒、左のソファーですかね、下に顔がありますよ、ね。ちょ、今真下なんか映るかもしれない。お前らどこ、この辺、この辺、今この辺。俺もこの辺。俺は、あ、すっげえじゃんこれ。こう見ると顔かもしれない。これが目元みたいな感じ。目と目がなんかくっついてるような感じだよね、うん、黒い丸が2個ある気がする。で、これが鼻。そう、鼻っぽい。まあ、ちょっとやばいこと言っていい？ね、ね、これも変わる。おぉ、あぁ、あぁ、ほんまや。え、ガチじゃん。うわ、あるぜ。こっちの方がめっちゃ黒い。あ、これのことか。明らかじゃん。え、これのことかもしれない。まあでも、まあ気のせいとも言える。ちなみにこれいいね、ドングラン2000超えてます。2000、えぐ、じゃあやっぱ、ね、また違うパターンかな。まあ、下手こいたら俺ら見てるとこじゃないから。そうそうだね、そうだね。それ違うって方いましたら、ちょっとツイッターまでお願いします。お願いします。お願いします。5分40秒でなんか過呼吸の女の人みたいなのが聞こえるらしいです。何か落ちることあった撮影で。いや、まあそれもそうだよね。今回になって2回もそれが起きる。じゃあね、序盤の人の寝っかな、ね、序盤の人の寝っかな、ね、序盤の人の寝っかな、結構これやばいね。やばいね、やばいね、やばいね、誰も吸ってないし、吐いてもない、
近いのってまず無理だ、無理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 。これはまあ現象として、最後本日のメインですね、 SBC のチャンネルの方で入ってしまった恐ろしい現象、はい、見ていきましょう。その動画がですね、 SBC でよくやっているアプリを撮ってる時なんですよね。はいはいはい。でガチャガチャを引いてるんですけど、2分55でやべえことが起きてます。言わなくても皆さんも分かるし、メンバーのみんなも分かるから、もう言いません。はい、山本です。はい、あざどうもー、山本さん、まだまだこんにちは。俺は EX なんもいいとこないやん。確かに全然見せ場ないね、見せ場ないね、見せ場ないね。ザ・レイの声って感じでは、うん、あもういいとこないやん。確かに全然見せ場ないね。うわー、はい、これエグいな。画面にかけてるっぽいよね。うわ、うんうん、うわこれやだわ。ねえに聞こえるんだよな俺。え、二段階トゥトゥもういいとこないやん。俺は EX なんもいいとこないやん。確かに全然見せ場ないね、全然見せ場ないね。確かに、うんうん、ほんとだ。あーほんとだ。あー言ってるわ。2個目やばくない？ちょっとすごい気持ち悪い。待ってか、待ってかちょっととか、もう そういうなんかつが入るような、うん、ちっちゃい、ちょっと、いや上がってるから多分待ってると思う。確かに全然見せ場ないね、見せ場ないね、見せ場ないね。何言ってるか、まあ今のところつかめではないんで、分かる方いましたらコメントで教えてください。はい、お願いします。こちらも逆再生シリーズで深くやってみたいと思います。はい、はい、はい。プロスピの動画結構いっぱいあるね。唯一これだけもうパーンってきたんですよ、うん、これだけ。この回だけなんか来たんかね。逆に気づいてない感じでね、こういうのガンガン入ってるってなるとだいぶやばい。いやそうだよね。ちょくちょくこういう他の僕らのチャンネルの方も調査班やってもらえると助かります。はい、お願いします。お願いします。お願いします。今日はですね、紹介した動画一応概要欄に全部貼っておきますので、また見てどんな現象があるんだろうとかチェックしてみてください。はい、お願いします。調査班の第4弾出張の方もね、ガンガンやっていきますので、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。はははは。今鳥肌やばかった。ええ見せ場ない、ね、見せ場ない、ね、見せ場ない、ね。